もちょこんとしてて、かわいいんですよこれ。ね、ドボンドボン、うい、うわあ、え、私は大好きな紫ピクミンが出ました。いいね、かわいい。話題マニア、元気もりもりもりちゃんです。なえまるです。あ、今日紹介するのはこちら、ビックラ卵ピクミンです。ビックラ卵シリーズからピクミンのアイテムが新登場しました。これは嬉しすぎますね。ピクミンといえば、はい、やっぱりこの夏に10年ぶりの新作が出たばっかりじゃないですか。ね、もう私走って買いに来ましたもん。そうだよね、はい、本当に SNS で見ない日はないっていうくらいすごい盛り上がってるから、うん、ついにね、初めてこのピクミンのアイテムを紹介できるということで、すごく嬉しく舞い上がっております。舞い上がってます。今回ね、入浴剤の中にどれか一つね、ピクミンのマスコットが入っているんですが、そのワクワク感も楽しめるアイテムとなっております。さらにですね、今日はたくさん開封をして、とある企画にも挑戦していきます。それでは早速やっていこう。バンバニー、ビックラ卵ピクミンは地面から引っこ抜かれる前のピクミンのように、葉っぱがぴょこんと飛び出た可愛い入浴剤になっています。中に入っているピクミンのマスコットはこちらの全5種類です。かわいい、かわいいね。めちゃめちゃかわいいですよね。サイズ感もちょこーんとしてて、かわいいんですよこれ。ね、しかもみんな台座がついているので、ちゃんとね、自立させることができるね。そうですね。台座の色もさ、土色だから、ピクミンの体に合ってる感じで、いいですね。しかもこのピクミンの体がさ、ツヤって感じで、すごいツヤツヤって感じになってるのもすごいいいよね。どのピクミンもさ、うん、ちゃんとさ、個性的な見た目になっててさ、いいよね。特徴が捉えられてて、そうですよね。ついつい全種類コンプリートしたくなるし、たくさん集めてさ、並べても絶対可愛いよね。モニちゃんはどのピクミンが好きですか？私は紫ピクミンです。力持ちなので。あ、いいですね、可愛いですね。そう、どっしりした見た目がね、このマスコットにもちゃんと現れてますよ。そうですよね。ね、ねえ、まる私はやっぱりこの赤ピクミンが好きなんですよ。 お花がね、こう一人ツーンと高くとんがってる、かわいくて、かわいいよね。ではですね、マスコットを紹介したところで、早速開封をしていきたいと思います。じゃあ早速開けちゃいますよ。はい、このパッケージもかわいいね。かわいいですね。開けます。よし。お、え、すごい、すごいすごい、本物のなんか果物みたいな見た目してるんだね。かわいい、葉っぱが飛び出てるんですねこれ。ねえ、かわいい、面白い入浴剤だね。さあ、何ピクミンが出てくるのか。あ、ドキドキするね。はい、じゃあ入れちゃいますか。はい、ドボンドボン、うい、うわー、シュワシュワーですね。シュワシュワ、これはいい香りがしますね。うん、これはミックスフルーツの香りですね。そうですね、フルーティーな感じだね。すごい爽やか。爽やかですね、うん、甘さもあり爽やかさもあり、いいね、癒しのバスタイムになりそうだ。お湯の色も鮮やかだ、クリアな感じがして、ね、フルーツ感がありますね。ね、あ、葉っぱが浮かんできたぞ。浮いてきた、葉っぱが浮かんできた。さあ、どのピクミンのマスコットが出たのか発表します。せーの、じゃーん。あー、かわいい、かわいい、やった。モニちゃんは大好きな紫ピクミンですね。私は大好きな紫ピクミンが出ました。やったー、いい、力持ちって感じで、どっしりとしたフォルムだね。かわいい、最高、早速机に飾りたくなっちゃう。私はキーピクミンが出ました。いやー、かわいい。これはキーピクミンといえば電気ビリビリじゃないですか、かわいいですよね。モニちゃんの黄色とも一緒ですね。一緒だ、かわいい。もう私も早速机に飾っちゃおうと思います。一つずつ開封できたところで、今回の企画にはたくさんのピクミンのマスコットが必要になるので、もっともっと溶かしちゃいたいと思います。はい、たくさんのピクミンのマスコットがゲットできました。嬉しすぎる。これはやっぱたくさん並んでれば並んでるほど可愛いね。本当にあのゲームの作中から飛び出してきたみたいな、ね、もう可愛い、かわいいよね。ということで、早速今回はこのマスコットを連れて、ピクミンの世界観あふれる写真を撮りに行っていきたいと思います。連れて、はい、連れて撮りに行く、撮りに行きます。スタジオを飛び出してってことですか？そうです、そうです。うわ、楽しそう。やっぱピクミンといえば自然あふれるところに生息しているじゃないですか、なのでスタジオから飛び出して世界観を大切に可愛らしい写真を撮っていきたいと思います。うわ、嬉しい。もう
も撮ってきました。楽しかった。楽しかったね。いつもみたいにこうなんか身近なところにこう並べるのもいいんですけど、うん、こうやって外に出てね、実際葉っぱとか網でこうやって並べるのめっちゃ楽しかったです。本当に自分がピクミンの世界に入り込んだような、うん、そんな感じで写真が撮れました、はい、ということで私たちが撮った写真はこちらです。いいね。やっぱピクミンの世界といえば、まあ、自然豊かな感じなのでね、うん、そうですよね。こう草むらっていうか、うん、こうひょこひょこって覗いてるような、ね、感じがかわいいですよね。かわいいよね。2枚目。あははは、いいね。かわいい。みんなこっち見てる。こっち見てる感じがかわいいね。かわいい。なんかレンガの感じもいいですね。ね。3枚目。やっぱりね、並んでる姿たまらないね。ですよね。やっぱこうやって、ね、大行列、うん、これがいいんですよ、うん、かわいい。そして最後ですね、入浴剤とともに撮ってみましたっていう作品です ね、 ね、はい、趣向を凝らして、ね、なんか見つけたぞみたいな感じですね、うん、かわいい。このようにね、楽しくディスプレイすることもできますので、皆さんもぜひビックラ卵ピクミンをお風呂場で溶かして楽しんでみてください。バンダイマニア、今日はビックラ卵ピクミンを紹介しました。いやー嬉しいね。ここだってマスコットゲットしたら、うん、日常の生活の中にピクミンがいてくれるみたいな気持ちを味わえるってことだもんね。最高ですよ、うん、いやもうなんかこうやっていろんな種類を集めるのもいいし、うん、自分の好きなピクミンをやっぱり、うん、作中と同じようにあ、わかる、こうたくさんね並べたりするのもやっぱ楽しいじゃないですか。そうね、やりたいなって思いました。お家の中だけじゃなくって、うん、それこそ観葉植物のさ、うん、縁のところとかに置いとくのも良さそうだなと思って、うん、いろんなところに飾りたいなって思ったね、うん、はい、ぜひね皆さんも入浴剤もすごく可愛くて葉っぱが飛び出たデザインになってるので、ぜひ素敵なお風呂時間をお過ごしください。ビックラ卵ピクミンは全国のドラッグストアやスーパーの日用品売り場にて発売中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。